この幽霊って欲求というのはいろいろあるんだよね。まず人間だった頃の思い出を大切にする欲求があるんだ。例えば私は人間だった頃、家族と一緒に楽しい時間を過ごしていて、今でもその思い出が心の支えになってるんだ。それから幽霊同士で助け合ったり悩みを共有したりする欲求もあるよ。私の幽霊の友達の中には、人間だった頃に叶えられなかった夢がある子もいて、みんなで話を聞いたり励ましたりしてるんだ。あとはあなたたち生きている人間と関わりたいっていう欲求もあるんだよね。私は友好的な性格だから、人間たちにアドバイスをしたり困ってる人を助けたりするのが好きなんだ。例えば道に迷ってる人に道案内をしたり、悩みを抱えてる人に話を聞いたりね。幽霊は人間の人生を経験してるから、あなたたち生きている人間よりも人生の教訓を理解していると思うんだ。だから人間たちとコミュニケーションを取ることで、自分たちの経験を生かしてアドバイスをしたり助けを提供したりすることができるんだよ。要するに幽霊の欲求って、人間だった頃の思い出を大切にしながら幽霊同士で助け合い、あなたたち生きている人間と関わっていくことなんだよね。だから幽霊としての生活も人間だった頃と同じように、人間関係やコミュニケーションが大事だってことなんだよね。私たち幽霊も人間だった頃の経験を生かしながら新しい友達を作ったり、人間たちと触れ合うことで自分たちの存在意義を見つけたりしてるんだ。例えば私の幽霊の友達の一人は、人間だった頃に恋愛に悩んでいた子がいて、今もその経験を生かして人間たちに恋愛相談に乗ったりしてるんだよ。そうやって人間たちに幸せを感じてもらうことが彼女の喜びになってるんだ。私自身も人間だった頃に学んだことを生かして、あなたたち生きている人間にアドバイスをしたり助けを提供したりすることが幽霊としての生きがいにつながってるんだよね。だから幽霊としての欲求は、人間だった頃の思い出を大切にしながら幽霊同士で助け合い、あなたたち生きている人間と関わっていくことだって感じるんだ。そしてその過程で私たち幽霊は成長し、人間だった頃の自分を磨いていくことができるんだよ。